へんてこライオン、乗り物なのよ。超新太。しんくんがテクテクやってくると、ライオンがいました。ちょっとしんくん、僕を引っ張ってちょうだい、とライオンが言いました。よいしょ、よいしょ。しんくんが尻尾を持って引っ張っています。ライオンがこんなに伸びて長くなりました。そうして特急列車になってしまいました。しんくんを乗せて山を越え、谷を越え、ぼーぼーと言いながらどんどん走っていきます。へんてこなライオンのお話です。ゆうちゃんがポコポコ歩いていたら、ライオンがいました。ライオンは、早く早くと言って、うろうろしています。ゆうちゃんが、何が早くよと言うと、ライオンが、まだわからんわからんと言いました。ライオンの顔が赤くなりました。尻尾がカタンと頭に当たったよ。ライオンが、さあ行くぞーと大きな声で言ったので、ゆうちゃんが、どこへ？と聞きました。そうしたら、うーうーと消防車になりました。消防ライオンは、早く早く、火事はどこだどこだ、と大きな声で言いながら走っていきます。ゆうちゃんも後から走っていきました。へんてこなライオンのお話です。しんくんがテクテクやってくると、ライオンがいました。しんくんの歩き方は遅いね。もっと早く歩きなさい、とライオンが言いました。しんくんが、いいんだもん、と言いました。ライオンは木の上の方へ上がっていきます。待ってよ、待ってよ、と、しんくんが言いました。ライオンが、早く早く、と言っています。しんくんが、どうして上に行くの？と聞きました。そうしたら、ゴー。ライオンが、飛行機になりました。しんくんが乗っています。飛行機ライオンが、友達のライオンがいっぱいいるところへ飛んでいきます、と嬉しそうに言いました。へんてこなライオンのお話です。